ジョーカーは DC コミックスバットマンに登場するヴィランのジョーカーをベースとした2019年のアメリカのサイコスリラー映画。監督はトッド・フィリップス。脚本はフィリップスとスコット・シルバーが務め、ホワキン・フェニックス、ロバート・デ・ニーロ、ザ・ジー・ビーツ、フランセス・コンロイラが出演した。興行収入は R 指定映画として初めて10億ドルを超えた。 第76回ベネツィア国際映画祭でプレミア上映され金日賞を受賞。第92回アカデミー賞では作品賞、監督賞、脚色賞を含む最多11部門にノミネートされ、フェニックスが主演男優賞、ヒドルグ・ダナ・ドッティルが作曲賞を受賞した。本作は DC Extended Universe をはじめ過去に制作されたバットマンの映画。 ドラマアニメーションのいずれとも世界観を共有しない、完全に独立した映画である。ジョーカーのオリジンを描いた内容ではあるが、本作以前の映像作品に登場している、どのジョーカーの過去でもない。1981年、財政難によって進んだゴッサムシティで暮らすアーサー、フレックは、母親ペニーのどんな時でも笑顔でという言葉を胸に、 アルバイトの大道芸人の仕事に勤しんでいた。彼は発作的に笑い出してしまう。病気のため定期的にカウンセリングを受け、大量の精神安定剤を手放せない。自身の現状に苦しみながら、年老いた母を養って暮らしている。アーサーには一流のコメディアンになるという夢があった。ネタを思いつけば、ノートに書き記し、尊敬する。 大物芸人マレイ・フランクリンが司会を務めるトークショーが始まれば彼の横で脚光を浴びる自分の姿を無双する。しかし現実は仕事中に不良少年たちから鬱憤プン目的で暴行を受け上司には厄介者扱いされまともに話も聞いてもらえない。アーサーを心から気にかけてくれるのは小人賞の同僚ゲイリーだけだった。アーサーの生活はひどく困窮しており ペギーは30年ほど前に自分を雇っていた町の名詞トーマスウェインへと救済を求める手紙を何度も送っていたが一向に返事は届かない。ある日、アーサーは同僚のランドルからご信用にと半ば強引に渡された拳銃を小児病棟の遺問中に落としてしまい上司から首を宣告される。ランドルが 保身のために嘘を吐いたことも分かり、絶望したアーサーが地下鉄に乗っていると、一人の女性が酔っ払ったスーツの男三人に絡まれていた。アーサーは見て見ぬふりをしようとするも発作が起きて、笑いが止まらなくなり、気に触った三人から暴行を受けると、反射的に拳銃を取り出して、全員を射殺してしまう。混乱と焦燥感に襲われ、駅から駆け出すアーサーだが、次第に言い知れぬ。 公揚感が己を満たしていった。実は死んだ3人は、ウェイン証券に勤めるエリートであり、地下鉄殺人が貧困層から、富裕層への復讐と報道される中、報道番組に出演したトーマスは顔を隠す、犯人も貧困層も、ただのピエロだとあざけるコメントを発していた。予算不足を理由に、カウンセリングや薬の処方を打ち切られたアーサーは、イオ。 決してかねてより視察していたクラブのステージに立つと、笑いの発作に悩まされながらも、無事にやり遂げ、成果を上げることができた。加えて、地下鉄殺人の犯人を支持する市民の様子に、アーサーは気分を上げ、同じアパートに住むシングルマザーのソフィーと仲を深める。そんな中、帰宅したアーサーがペニーの書いた手紙を盗み見ると、そこには自分がトーマスの息子であるように書かれていた。 アーサーに問い詰められたペニーは手紙の内容を認め、トーマスの頼みで距離を取ったことを明かす。真実を確かめるべく、ウェインテーを訪ねたアーサーは庭で遊んでいたトーマスの息子ブルースと出会う。手品で気を引き裂く越しに話をしていると執事のアルフレッドが駆け寄ってきたので、隠し後の剣を匂わせトーマスに会おうとするが、ペニーの妄想だと突っぱねられる。 母を侮辱され逆上したアーサーはつかみかかるが、そばでこちらを見ているブルースに気づくと逃げるように帰宅する。アパート前はパトカーや救急車で騒然としており、中から出てきたのはストレッチャーに横たわり搬送されるペニーだった。アーサーは病院の前でギャリティ刑事とその相棒に話しかけられ、自分が地下鉄殺人の犯人だと目星をつけられていることを知る。 アーサーがソフィーと共に病院のベッドで眠る母に付き添っていると、病室のテレビではマレーのトークショーが放送されており、なんと先のクラブのステージでネタを披露するアーサーの姿が映し出される。驚きつつも幸福感を抱くアーサーだったが、マレーは彼をジョーカーと呼び、ネタのつたなさや立ち振る舞いをバカにして笑いを取っていた。憧れの人物が自分を笑い物にする光景に、 テレビを見つめるアーサーの表情は険しくなっていく。一方、街ではピエロの仮面を被った市民による抗議デモが頻発し、トーマスへも非難の声が上がっていた。翌日、トーマスがサイレント映画モダンタイムズを鑑賞している劇場の前では、やはり抗議デモが起こっていた。アーサーは劇場へ侵入し、防衛に変装するとトイレで、 トーマスが一人になったところを見計らって、隠し子の件を聞き出そうする。しかしトーマスはアーサーが養子であり、ペニーとの肉体関係はなく、彼女は逮捕され入院したこともあると告げる。話を信じられないアーサーは激光し言葉をくし立てるが、ペニーを、イカれた女と呼ばれたことをきっかけに、笑いの発作が起きてしまう。トーマスはアーサーを殴ると、 息子に近づけば殺すと警告してその場を去っていく。失意のアーサーのもとに、マレーのトークショーのスタッフから電話がかかってくる。話を聞くと、アーサーの映像を流した回の反響がすごく、翌週の番組に出演してほしいのだという。自分を笑いのにするつもりだと気づきつつも話を承諾した。アーサーは、アーカム州立病院を訪れて、事務員に、 ペニーの過去のカルテを確認してもらっていた。事務員はペニーにひどい妄想障害があり、自分の子供の健康を害したことで有罪になったことを読み上げると、カルテを渡すには、本人の署名が必要だとアーサーに告げる。アーサーはカルテを強奪して、中身を読み進め、トーマスの話が真実であること、自分がペニーの恋人によってひどい虐待をされていた。 こと、虐待する恋人をペニーが止めなかった理由が、虐待されても笑っているからだったことを知る。すべてに絶望したアーサーは、大声でむせび泣き、笑い崩れた。ずぶ濡れの姿で、アパートへ帰りソフィーの部屋へと入るアーサーだが、出会ったソフィーは、まるで初対面であるかのように怯えている。アーサーは、ソフィーとの仲を深めることなどできておらず、これまで過ごした二人の日々はすべて、 アーサーの妄想だったのだ。自分の部屋に移り笑い続けるアーサーは、アパートに帰ってくる前の出来事を回想する。ペニーの病室に佇み、悲劇だと思っていた自分の人生が、実は喜劇だと気づいたと語ると、アーサーは、ペニーの顔に枕を押し付け窒息死させていた。明くる日、アーサーは、自宅で、マレーとの会話を想定した一人芝居を演じることで、番組の最中に、 拳銃自殺するためのリハーサルを行う。迎えた放送当日、自宅で髪を緑に染め上げピエロのメイクを施す。アーサーのもとに、ペニーの死を悼んだゲイリーとランドルが訪問してくる。しかし、ランドルはアーサーが地下鉄殺人の犯人であることに、感づいており、拳銃の出所について、証言の口裏合わせをするため来訪したに過ぎなかった。アーサーは隙をついて、 ランドルを惨殺すると、ゲイリーに、マレーの番組に出演することと、唯一優しく接してくれたことへの感謝を伝え、彼を無事に返す。ピエロのメイクを完成させたアーサーはアパートを出て、踊りながらジョーカーステアーズを下っていく。しかし、やってきていた、ギャリティ刑事とその相棒から逃げるため地下鉄へ駆け込むと、そこは偶然にもこれからデモに向かうピエロで、溢れ返っていた。刑事たちは、 電車内で掴み合いになると、無実の市民を誤射して、ピエロたちの暴行を受ける事態に陥り、アーサーを逃がしてしまう。無事にスタジオに到着したアーサーは、控室で対面したマレーに、自分のメイクは、昨今の情勢とは、全くの無関係であることを告げ、自分を本名ではなく、ジョーカーと紹介してほしいと頼む。まもなく生放送が始まった。出番になり登場したアーサーだが、 マレーに新ネタを披露してほしいと頼まれ、取り出したノートを見ると、一人で行っていた、リハーサルとは違う行動を取り始める。まず地下鉄殺人の犯人であることを告白すると、続いて、社会の不条理を主張し始めた。マレーに、すべての人間が最低なわけではないと反論された。アンサーは、僕を笑い者にしようとしているマレーもあいつらと同じだと、非難する。怒りに身を任せて、 マレーを射殺したアーサーは、逃げ出す観客をよそにテレビカメラの前でステップを踏み、マレーの決め台詞、ザッツ・ライフを真似しようとするも、寸前で放送は中断し、その場で逮捕されてしまう。アーサーの強行をきっかけに、街の至るところで暴動が起きる中、パトカーで護送されるアーサーがその光景を、美しいと表現した直後、パトカーにボートの乗った車が激突する。 街では富裕層の人々が悪辣な暴行を受けており、家族で舞台を干渉していたトーマスは、騒動を避けるべく、路地へと逃げ込むが、それを見ていた一人の棒音によって、妻と共に射殺され、息子のブルースだけが生き残った。パトカーのボンネットで気絶から目覚めたアーサーはその場に、立ち上がると、自らの地で、口元のメイクをグラスゴースマイルのように変えた後、 周囲を囲むピエロ姿のボートたちが挙げる、歓喜の声に両手を広げ受け止める。場面は変わり、ノーメイクのアーサーが手錠をつけた箱を吸いながら、精神分析を受けていた。ジョークを思いついたと笑う彼に、カウンセラーはそれを話すよう頼むが、アーサーは、理解できないさと断り、代わりに、フランクシナトラのザッツライフを口ずさむ。部屋から出たアーサーは廊下に、 地の足跡をべったり残して、歩を進め、突き当たりの窓際で陽光に照らされながら踊り始める。すぐに、病院の職員に見つかると、アーサーは右へ左へと逃げ回るのだった。2018年9月より、ニューヨーク市内で撮影がスタートした。ロケ地となったのは、ブルックリンのチャーチアベニュー駅、ブロンクスのベッドフォードパークブールバード駅、ブルックリンの9番駅のハイプラットホームでは、 暴力シーンの撮影も行われた。クイーンズのアストリアにある、ファーストセントラルセービングスバンクなどである。ニュージャージー州のジャージーシティでも撮影が行われ、ニューアークアベニューが一時閉鎖されてのロケが行われた。10月には、ニューアーク、11月には、軍道501号での撮影が行われた。当初、日本での公開は11月の予定だったが、後に10月4日に、 日米同時公開に変更となった。日本でのキャッチコピーは、本当の悪は、笑顔の中にある。10月4日に公開され、アメリカでは公開初日からの3日間で9、620万に337ドルを記録。R 指定作品として、全世界での工業成績において、デッドプール2が保持していた7億8500万ドルの世界記録を塗り替え、10億ドルを超え、 一位を記録。日本では10月4日に全国359スクリーンで公開され、土日2日間で動員35万6000人、工業収入5億4800万円で週末、動員ランキングで一位を獲得し、初日から3日間では動員49万8071人、工業収入7億5566万8700円を記録した。 10月8日までの5日間で10億に241万3800円を記録した。工業収入が2019年12月15日に50億円を突破した。工業的には大成功を収めた一方で、ストーリーラインがマーティンスコセッシ作品のタクシードライバー、キング・オブ・コメディのコピーである点、暴力や殺人を美化する内容。 精神疾患に関する問題ある描写から評論家による作品への評価は賛否両論となった。ロッテントマトズによれば高評価をつけたのは503件の評論のうち347件の69%平均して10点満点中7.28点である。メトクリティックによれば58件の評論の内高評価は32件、賛否混在は15件。 低評価は11件で、平均して100点満点中59点という、平均的評価にとどまっている。公開されて1ヶ月も経たないうちに、今作の続編が作られるという噂が出ており、当時トッドットフィリップス監督はこの噂を否定した。2021年に、改めて続編の存在を伝える報道があったが、ワーナーブラザーズ公式からは特に発表はない。また、今作は、 単独作品として制作されていて、その完成度が高かったこともあり、続編の必要性を疑うファンも多い。ありがとうございます。